九州総合スポーツカレッジサッカー部は、大分県武蔵市にある、学校法人基地用学園が運営する、専修学校、九州総合スポーツカレッジの、サッカークラブである。チームの総部は、同校が開校した2005年。大分県社会人、サッカーリーグ3部に加盟し、8試合71得点、無失点で、全勝優勝、特例で、翌2006年から一部に昇格する。 一部昇格した2006年に10戦全勝優勝、九州各県リーグ決勝大会に進出したが、熊本教員宿友団に初戦で敗れ、九州サッカーリーグ昇格を逃す。2007年は8勝2敗で3位に終わるが、2008年、九勝1分の成績で2年ぶりに優勝。2009年1月10日から行われた九州各県リーグ決勝大会で優勝し、 総部5年目にして、九州リーグに初昇格。昇格初年の2009年、続く2010年と2年連続で、最終順位4位となったものの、その後は年々順位を下げ、5シーズン目となる2013年には10、クラブ中再開となり九州リーグから降格。2014年から6シーズンぶりに、大分県リーグ一部に参加することとなった。 大分県リーグ一部では4年連続準優勝と優勝にあと一歩届かない成績が続いたが2018年の県リーグでは10戦無敗で10年ぶりの優勝2019年1月に行われた九州各県リーグ決勝大会で2度目の優勝を果たし6年ぶりの九州リーグ復帰を決めた2019年の九州リーグでは開幕から5連敗 第6節のニフスカノヤ FC 戦に勝利しよう、約シーズン初勝利を挙げたものの、90分での勝利は、結局この1試合のみ。7連敗の後川添クラブに1の1から、PK 戦の末勝利したもののその後4連敗で、シーズンを終え、1勝 1PK 勝ち16敗の勝ち点、5、9位の九州三菱自動車サッカー部に、勝ち点差12をつけられる大差の再開に終わり、 一シーズンで大分県一部リーグに降格となった J リーグ大分トリニータの特別提携校であり監督の金本慶太のほか、プロ経験を持つ監督コーチによる指導が行われている九州総合スポーツカレッジキャンパス内に設置日本サッカー協会公認のロングパイル人工芝フィールド一面と第二グラウンド一面があるありがとうございます